おはようございます。ケンです。今朝は歴史的な快挙の映像とともにスタートしていきたいと思います。これはスペース X のスターシップの5回目の飛行テストで、スターシップとスーパーヘビーの完全かつ迅速な再利用可能な設計の基本となる技術を実証するというテーマで、最も野心的な目標を掲げたテストとなっております。さあご覧になってください。ここからロケットが着陸していきますけれども、 さあどうなるかというと無事着陸ということでこれは本当に、ね、歴史的な快挙じゃないかなと思います。 こちらの映像はイーロンさんの弟であるキンバルさんが撮影した動画となっております。この動画皆さんどうでしょうか僕は一人で見て思わずおーっとね、うなってしまったんですけれども。さて、こんな快挙を起こした会社の社長のイーロンさんは、その数日前にロボタクシーのイベントでハンドルなしの車を発表しています。これだけの偉業をほぼ同時期に成し遂げるっていうのは本当にすごいことだなと思います。 ということで本日はロボタクシーのイベントの後の情報を少し整理していきたいと思います。 本日の参考資料として、こちらのキムさんと言われるテスラ系 YouTuber さんがいらっしゃるんですけれども、実際にロボタクシーイベントに行かれていて、こちらの動画で解説されています。実際にデザイナーのフランスさんや本部長の方にもインタビューをされていて、非常に今後のテスラについても参考になると思いましたので、今日はこの動画の内容をお届けしていきたいと思います。まず最初に見た目なんですけれども、今回のサイバーキャブの顔つきはサイバートラックにも似ています。 また後から言いますけれどもモデル Y のジュニパーもこのような顔つきになっているということですそして後部には窓がありませんテスラは特徴として天井一面が窓だったりするんですけれどもそれもありませんつまりこれはどういったことかと言いますとバックミラーで後ろを見るということができないということですそもそもバックミラーもついていません そして車両に乗り込み、ドアが閉まると目的地はどうしますかと言われる UI が表示されます。次にタイヤに関してなんですが、タイヤがとても薄く見えることが興味深いと言われています。ホイールは金でできているように見えますけれども、実際によく見るとタイヤを金色に塗装して非常に薄く見せているということです。 次にそれが運転をしている時に見るとタイヤの半分が金色に塗装されているということに気づくと思います私はそれがエアレスタイヤだと思っていたんですけれどもそうではなくて普通のタイヤということですということでエアレスタイヤではないかという話もあったんですけれども普通のタイヤと言われていますそして実際にデザイナーのフランツさんと本部長であるラーズさんとも話をされていますこの会話の中で語られていることをまとめていきますとまずテキサスに,すでにスピー ススペースが確保されているようですそしてモデル Y のジュニパーも同様のライトがデザインされているようです。 動画の中で話すことは許されてないかもしれませんがというふうに言われているんですけれどもジュニパーの顔つきもこのようなライトになっているということですそして大切なのは一目でテスラと分かることが大切と言われていますつまり道でテスラを見かけるとサイバートラックであれロボタクシーであれモデル3であれすぐにテスラだと分かります例えばホンダを見てもそれがホンダとはすぐに分からないかもしれませんがテスラは一目で分かりますこのようなデザインが大切なんですというふうに ふに言われていますそして古い車両についても質問されています。彼女は2018年モデルのモデル3を持っているようなんですけれども、それでもロボタクシーとして使えますかと質問されていますけれども、ハードウェア3でも問題ありませんと返答されています。そして興味深いこととしては、FSD のバージョン13。これは今現在の FSD は監視付きと言われているんですけれども、この監視なしの FSD がバージョン13と言われていますが、今回のこのイベントで使われている 車両においいててなししの自動運転を使用しているんですかと質問された時に「そうです今使っています」と返答されていましたつまりこのイベントで登場している車両には FSD のバージョン13が搭載されていてそれは監視なしの FSD ということになります彼女のインタビューの中でこれが一番の発見となっております そしてこちらがロボ版の内装ですけれども、最大で20人を運ぶことができると言われていました。未来がついに未来のように見え始めてきたと言われています。 これは本当にね、未来的なデザインですよね。そして面白いこととしては、サイバートラックが発表された時には感情が入り混じった反応でしたけれども、今では人々はこれらのクレイジーなデザインを見る準備が整っているように感じますということです。つまりテスラがどんなデザインをしてくるのか、 これまでの規制概念にないデザインが出てきても、その準備ができているということになります。そして今回イベントの後に株価が下落しましたけれども、その株価下落の原因の一つにも挙げられていることについても触れられています。今回のテーマとして、未来が今、 ここにあるというテーマだったんですけれども、ではなぜ今ここにあるのにサイバーキャブを予約できないのか、そしてモデル2を発表しないのか、ここが疑問点として残ると言われています。そしてこの理由として、彼女の予想としては、サイバートラックの予約の時にあった問題を学んでいるのではないかということです。予約が多数入っても4年間も待たされてしまい、みんなが不満を抱きました。その状況から学び、 今度予約を開始するときにはすぐに準備が整っていて注文すると3ヶ月後には届くという形になるのではないかと思います確かにこれはそうだなと思いました今年モデル3のパフォーマンスの発表があったとき発表と同時にすぐに注文ができる状態でしたそのため株価にも好影響だったと思いますつまり予約から納車までの期間が短い方が顧客が喜ぶだろうということで今回は予約できなかったんじゃないかなと思いますはい,ということ ということで今日はキムさんの動画の内容について紹介しましたがこの動画の中でハードウェア3でもロボタクシーとして運用できるというのは非常にいいですよねそうなってくると日本でももし解禁となった場合にテスラの中古車も値段がどんどん上がるかもしれませんまたテスラの新車の納車時期もどんどん遅れてくる可能性っていうのもあると思いますそれを踏まえて今後のロボタクシーの実現性が見えてきたら購入する人が世界中で増えるんじゃないかなと予想します します はい。ではですね。マーケットチェックをしていきたいと思います。まず DAO ですけれども、DAO は今日はね、200ドル以上伸びておりまして、43,087ドルとなっております。ナスダックも今日は上昇ですね。18,522ポイント。S&P500 も今日は上昇です。5,863ポイントとなっております。そしてテスラがどうなっているかと言いますと、テスラは今日は少し伸びてきていまして、今現在219ドル台となっております。次に NVIDIA ですけれども、NVIDIA 今日上昇し、138ドル台となっております。次に同時ですけれども、同時は今日伸びてきてますね。 11ドル台となっております最後に為替ですけれども、為替は149円の後半ということで、もしかしたら150円に行く可能性も出てきたんじゃないかなと思います。はい、では続きまして、アンケートの結果を見ていきたいと思います。日曜日のアンケートの結果なんですけれども、616票いただいております。ありがとうございます。皆さんの予想としては、上がると下がるがほぼ半々ということで、上がるが若干多いかなということなんですけれども、さて今週ですけれども、どうなっていくのか、引き続きまたね、情報は追っていきたいなと思います。 では続きまして今日のキャシーさんを見ていきたいと思います。今日は2024年10月11日のデータなんですけれども、この日はビットコインを買ってきています。昨日はビットコインが結構買われたみたいで仮想通貨市場全体が上がっているという情報もありました。キャシーさんがこのタイミングで買ってきているということで、テスラに関しては買いも売りもしていないという状況になっています。はい、こちらはムームー証券からの情報となっています。ムームー証券は無料でこういった情報が得れる優秀なアプリだと思いますので、まだ使われてない方は使ってみてはどうでしょうか 詳細は概要欄にリンクを掲載していますのでそちらの方からご覧になられてみてください。はいでは最後に今日のコメントこちらを紹介します。今日はマーティン田原7630 3のコメントです。毎日配信お疲れ様です。パワーウォール欲しかったのでとても参考になりました。今回のお話はバイデンありきでのお話ですよね。私はバイデンを考えていなくてソーラーも小さくもしくはなくてもいいと思っています。昼はパワーウォールに充電して足りない分を安い夜間電力で充電して使用したいと考えています。バイデンしても 今は安いいいいいですすすからね自自宅宅発電自宅商品も調べててくださいとといううコメントをいただいておりますありままあがとうございます僕は今回ですね、売電目的ではないんです。自分で使うっていうのが目的で導入となっています。もちろん余った分に関しては売電もしていくと思いますけれども、基本的には自分の家で使っていきたいということもあって導入しています。まあ、こちらに関しては昨日新しくオープンチャットを作りました。そちらの方でね、いろいろとやり取りさせてもらえればいいかなと思っています。そしてオープンチャットだけではなくて、この情報は皆さんも知っておいた方がいいんじゃないかなと思うような 情報に関しては YouTube で動画を作ってそちらでお届けしていきたいと思っていますはい昨日もコメントいただいておりますありがとうございますまたぜひ今日の内容に関してもコメントの方をよろしくお願いいたしますはいこのような感じで僕のこの YouTube ではテスラに関する情報を発信していますテスラオーナーの方テスラ株投資をされている方そしてテスラに興味がある方ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますそして今回の動画の内容も参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたしますでは今日も最後までご視聴していただきありがとうございましたテスラのある生活を楽しんで 行きましょうではまた追伸です昨日からエコライフという新しいオープンチャットを作って そこでは太陽光だったり蓄電池そして環境のことを考えるというテーマでオープンチャットを作りました早速昨日も50名以上の方が集まってくれていろいろな情報が飛び交っていますもちろんマンション住まいで太陽光とか載せれないしと言われる方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども太陽光とかが載せられなくても普段の電気代を下げれるような情報だったりとかそういったことをオープンチャットの方でいろいろと情報交換させてもらえればと思いますこのオープンチャットの方には専門家の方も入ってきてくれていますので昨日も早速質 質問のやり取りとかもあったんですけれども、ぜひ今後の電気代のことだったり、少しでも、ね、エネルギー代を、ね、減らせるような工夫をしてみたいなと思われる方は、ぜひオープンチャットの方に来られてみてください。オープンチャットの参加方法なんですけれども、まず最初に僕自身の公式 LINE に登録してください。概要欄にリンクを掲載しています。こちらの LINE に登録してもらったら、自動返信メールが来ますので、そのメールの中にリンクを入れています。そちらの方から参加されてみてください。そしてこのオープンチャットですけれども、参加費は無料となっております。また LINE を使うのでご自身の名前だったりアイコンだったりそういったことに不安があるかもしれませんけれども LINE のオープンチャットは名前だったりアイコンを変えることができますので匿名性は非常に高いと思っていますこのオープンチャットでこれからの未来についていろいろと、ね、情報交換できたらいいなと思ってますのでぜひ参加の方をよろしくお願いいたしますはいということで今後のテスラに関しては Q3 の決算発表でどういった数字になっているのか この数字次第でまた株価も動いていくと思いますのでどうなっているのか次の注目点は Q3 となっておりますはいでは今日も最後までご視聴していただきありがとうございました素敵な一日をお過ごしくださいではまた